はい、えー、それでは始めていきましょう、えー、皆さんこんにちはでは始めていきます、えー、レビュー体感卓一タ,ターゲット攻略講座模擬講義と題しまして、えー、講義の方約1時間ほどそしてその後にこの講座の特徴を説明していこうと思います担当私レクセニー講師根本障子と申しますよろしくお願いします、えー、レジュメの方中心にやっておきますレジュメの方1ページ開けてみてください、えー、レビュー体感卓一タ,ターゲット攻略講座,、えー講座えー、模擬講義とポイント1 インププッットトトト。とアウトプットを一挙に切る画期的テキスト、えー、その後、本講座のテキストは右開きで左丸ツ形式右まとめ図表というレイアウトにしています、えー、これにより丸1、まえー、丸ツで間違えたものをまとめ図表でインプットできる2まとめ図表を植えたものを丸問題で確認するということができます実、えー、験において必要なインとアウトこの一冊で完了しましょうと具体的にはレジュメ4ページ5ページ見てやってください 形式が左側が丸抜問題になっています。で、この丸抜問題に対応する表が右側に載っています。で、この右の表ですが、ところどころに星の1、星の2とついてないでしょうか。それは左側の問題と連動しています。左の問題の1番の知識が右のページの星の1でついていると。星の2っていうのは左のものの2番の問題の 部分ですよとこうなってます間違えたときに右のページを見て表のどこを覚えてないのかそれがわかるんですまた逆に表で覚えたものをすぐ左側の問題で試せるんですこれがこの「卓越ターゲット」のテキストの最大の特徴ですインとと。アウトが同時にに一気にできると まあ通常であればあの今はインプット時期そしてそれからアウトプット時期というふうに分けるという戦略はあると思います今年は九ヶ月しかないんですインの時期アウトの時期なんて分けられないんです一気に両方やったほがいいんですよまた普段相談を受けてね年内はインプットに追われてアウトができませんでしたとなんでやんなかったの インプットに追われて多分ほとんどの理由ってのは「追われて」はもちろんなんだけど別の本だからなんですよ。インとは別の教材を開かないきゃいけないってなるとなんかそこでおっくりになってしまうまたインプットしたものが全部が全部アウトプットじゃないなんか知らないものに出てしまうとやっぱそれで嫌になっちゃう直前期になると「アウトメイン」でありすぎて覚えにいかなかったとそれが範囲かもしれませんと。 なんでそうなるかというと教材が違うからなんですねインとアウトが一緒になっていれば今言ったようなことインプットに追われてアウトプットしなかったとかアウトプットばっかりで覚えることをしなかったということは防げてきますこういうことがやりたいんですちょっと語託が長くなりましたもうちょっとまず実際のこんな感じの講義になるということを1時間やっていこうと思います お付き合いいの方お願いします今回は4ページから保証を、えー、説明していこうと思います左側に表が、えー、問題があって右に表がありますちょっと皆さん、えー、やってみてください左側の問題ですが一番下保証と連帯保証の違い2足やってみてくださいよーいスタート よろししいでしょうかね右のページの方一番下の表を見てください保証と連帯保証の違い順々に追っていきます1下の債務と別個独立の債務であるという点これは両方とも同じ主債務と別に債務があるぞ2下の債務に対して不自由性を有する不自由性主債務なければ保証債務なし主債務なければ保証債務なし ここも共通する。三。主債務に対し随伴性を有する。随伴性。主債務動けば、保証債務も動く。主債務動けば、保証債務も動く。この点も同じ。じゃあ違う点は何かっていうと、一番の違いは四番です。補充性です。 まず主債務者が払うべき。まずは主債務者が払うべき。という部分です。保証にはそれはありますが、あって、検索の公弁、催告の公弁で現れます。検索の公弁、催告の公弁で現れてきます。一方、連帯保証には、この検索の公弁、催告の公弁がない。つまり、弁債機くれば、払えと言われても、文句は言えません。 え弁済機が来ればいきなり請求期て文句は言えません言ってしまえばこれ、連帯保証は債務者と同じなんです連帯保証は債務者とほぼ同じなんです。 連帯保証は債務者とほぼ同じ扱いになっちゃいます。え、これがまず違いの一つなんですが、実はもう一つ違いがあるんです。えっと、ちょっとまず字の、な、か、字を見てほしいんですけど、連帯保証って書いてますよね。この連帯って意味はご存知でしょうか。この連帯っていうのは、全額支払いって意味なんです。連帯ってな、全額支払いって意味なんです。 これはね、保証人が2人以上いるときに差が出てくるんですよ。保証人が2人以上いると差が出てくるんです。ちょっと物見ましょうか、早いかな。えっとね、ページちょっと先、飛んでもらっていい ?17 ページ、17ページ飛んでもらっていいかな ?17 ページ、17ページ。真ん中あたりに具体的処理というのがあります。一番左。 A から B90 万の債券でシートで保証人を2匹つけているこれ通常の保証だとちょっとこれ画面の方で書くね通常の保証だと2人いれば金額が45万ずつ45万ずつになってしまう保証債務は45万ずつになるでもう一つ書けるなおかつ 検索の公弁、最国の公弁がある。検索の公弁、最国の公弁がある。公弁ありと書いてます。公弁ありと書いてます。検索の公弁、最古の公弁があると。一方ね、この真ん中。連帯保証人が複数いる。連帯保証人が複数いる場合っていうのは、連帯っていうのは全額です。ですから、 AB が90だとしたら連帯保証人 CD の債務は90ずつです。連帯って言ったら全額って意味なのね。でなおかつここは公弁なしだね。公弁なしだね ってというこでえ、普通の保証だとえ45、45と割れて、こ弁がある。一方、連帯保証だと全額支払いでなおかつ、こ弁がない。はい。となるとね、ちょっと思うのがいけるまだ早いかな。いけるかなちょっと画面の方行いくよ。今、これ45ずつでこ弁ありだよね。ここを 90にできないかと。連帯と保証との違い分かる連帯保証との違い分かる連帯保証は金額90だけど、公弁なしだね。一方、これもしこれ左を90にしたら、90だけど公弁ありだよね。それができるんです。それがね、保証だけど連帯特約をつける。 保証だけど連帯特約をつけるなんです。じゃあ戻ってみましょうか。えっ、ー、と、二ペえっ、ー、と、5ページ一番下。表の下の四角枠。5ページ一番下。四角枠見てやってください。5ページ一番下。四角枠を見てやってください。普通の保証人であるが、保証人総監にそれぞれ全額弁済すべき特約がある場合を、全額弁済ってね、保証連帯。保証連帯という。 この保証連帯にあっては、保証人の補充性は失われていないので、催告の抗弁及び検索の抗弁が認められると。これが左側でやってもらった問題の2番、31年の過去問なんです。 はい。ってことでね、タイプとしては、保証人、連帯保証人、保証人だけど連帯特約、保証人だけど連帯特約という3タイプがあると。保証、連帯保証、保証人だけど連帯特約があると。 じゃこれぐらいにしましょうかね。保証連帯保証、えーえー、とね保証だけど連帯特約があると。じゃあ今度はね、6ページまで詰めましょうか。6と7。じゃあ6ページ。また7話かなやってみてください。よーい、スタート。 そこままでにしましょうか大体の方が終わったところを見計らって切りますある意味、緊張感を持ってやってほしいんですこ,れにここまでってところに、ね、終わらなかった場合はちょっと解くスピードが遅いんだなとってことを意識してほしいぐらいじゃあいきましょう右のページ7ページ保証債務における不重制、えー、不重性主債務なければ保証なしです主債務なければ保証なし1段目見てください 主債務が成立しなければ保証債務も成立しないで2番あ2番損失期主債務が消滅すれば保証も消えるとなんでこうなってるかっていったら主債務と保証が目的と手段になってるからです目的と手段目的がなければ手段の意味はありません目的がなければ手段だけある意味がないんですよ 目的と手段という関係にありますとなるとここからまた次はつながってきます次の欄年、ね、保証債務はその目的対応において主債務より重くてはいけない目的が100万ねえ手段が1000万 意味がわからない <laughs> 目的より手段の方が重いっておかしいんですよでその下重い場合は主たる債務のそれと同一に縮減されるともし重かったら主債務と同じ内容まで債務額が減額されますよと注意点1と2があります1これざっくりで結構ですまあそうだろうなと なんですこれね主債務100で保証が100で保証だけ遅延損害特約保証だけ遅延損害特約保証だけ賠償約束をしているもう一回ね主債務100保証が100で保証だけ遅延損害の約束をするこれはありなのかとありなんです っていうのは、ね、主債務100で保証も100だよね債務は重くないよね債務は重くないよねえでも実質黙れ実質だから黙れこれね実はね立法じゃないでも結構問題あるんだよこれだって実質保証の方が重くなってたら実は黙れもうこれ条文がそう言っちゃってるの条文が保証の方だけそういうのつけてもいいよって言っちゃってるからもうこれって覚えるしかないんですよ だから覚え方としては債務額は変わってないよね債務額は重くないよね債務額は重くないよねとここでもういくしかないんですで,できた方、えーとねえー、メ,モメモリ終わってからでいいですよ4番の正誤を確認してね。 よろししいでしょうか。債務を重くしているわけじゃないというヘリクスなんですねよしじゃあ表戻ろういくよじゃあ今度は次の段主たる債務の内容がの変更が保証債務に及ぼす影響見ていきますと したる債務の内容に変更が生じたときは、保証債務の内容もそれに応じて変更する。頭を使う必要はない。目的が変われば、手段も影響するってこと。目的に変更があれば、手段もそれに影響するってことだね。で、その下の文章。重いものにならない場合に限られ、したる債務の目的が、の、 または対応が保証債務の締結後に課長された場合でも、保証人の負担は課長されない。意識するのは1行目。重いものにならない場合に限られ。ここね。重くならない場合だけだよ。ね、じゃあ、この観点で,6で、6番をもう一回考てみて。六番をもう一回見て。重くならないときは影響を受けるって言ってるの。 主債務の弁済期が早まるっていうのは負担が重くなる方向ですよね。主債務の弁済期が早まるっていうのは重くなる方向なんです。ですからこれ保証債務履行期はえこれ変わりません。保証債務履行期に影響は出ません。 保証債務の履行期に影響は出ませんでここで皆さんにちょっと強調したいことがありますよいしょ、見るぐらいで構いません右の表が規範ルールと思って右の表が規範ルールと思って左が問題なのねどっちが望ましい姿の規範を覚えて問題に当てはめるのと問題そのものを覚える 規範を覚えるのが正しい姿だよねでも直前期の勉強って問題演習ばっかりやるから過去問自体を覚えちゃうんですよ問題自体を覚えちゃうんですよ。こうなってほしくないんですよ。問題と解説の普通の勉強をしているとそのうち問題しか覚えなかったんですここに右に表があるからこそあこの規範からこっちを持ってくるんだなってことはできるからここでこういった規範を覚えるって学習はできるんです。 ということでえこれぐらいにしましょうかでは最後になりますがこの表の一番下じゃあったごめんなさい1個あった一番下の注意書きを説明しますかっ中限定承認はっていうところですでこちらですが、えっと、まず皆さんちょっと今回板書ペラが1枚どっかいないでしょうかペラが1枚こちらを出してください1枚目です1枚しかないですよ 毎回、毎回、版書が出てきます。でこれが、えっと、大体1枚、うんと、言っても4ページぐらいだと思います。よいしょ、ちょっと画面の方にも出します。お好きな方を見て,てください。債権者、債務者、100万の主債務があって、保証人100万円の保証債務がありました。で、この後債務者が死にまして、相続人が相続しました。そしたらここで、ね、相続人が 限定承認するって言ったんですでねもしこの結果ね限定承認ってことをした結果いくよ見ててここが70にもしなるのなら70になるのなら目的が変わるんだから手段も70になるはずよ目的が70になれば手段も70になるはずよ じゃあ聞きたい。い限定承認ってどういうこと全く知らない人に説明してみてこれは債務は引き継ぐけど責任は負わないよ債務は引き継ぐけど個人財産で責任取らないよこれが限定承認です債務は引き継ぐけど個人財産で責任は取らないよと。 相続財産の範囲でしか責任は取らないよと支払い義務は下りてくるけど自分の個人財産に強制行はさせないよと債務は下りてくるんだからね財産は下りてくるんだからね今言う話ありませんけどね不当法の過去問か,なんかでね限定承認したって言った場合 財産が降りてくるんだから相続登記はいると、そういう問題があるはずなんです。権利義務は降りてくるんだからね。限定書に降りてくるんだよ。ただ責任個人財産で責任を取らないっていうだけだからね。ってことでちょっと早な。個人財産で責任を取らないっていうだけだからね。ってことで。ちょっと よいしょもう結論見えたと思いますが限定承認をした場合相続人が引き継ぐ金額は100万で変わらないよね。ってことは保証人の債務も100で変わらないよねと。だから保証人が負うべき債務責任は全く変わらない。 保証人が負う債務そして負う責任は100万で変わらないと5番の問題確認できますかよろしいでしょうかね。 ってことなので結局これもこの5番の問題についても覚える必要ないんですよ。限定承認ってこういうもんだよなって分かっていれば覚えなくていいんです。はいじゃあこれぐらいにしましょうか。えちなみにまあこちら番章の方なんですけど例えばこれ権利関係の図があるじゃないですか。例えばこういうのって切り取っちゃってこの下の方に余白がありますよね。そのあたりペタ,ペタ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 貼っちゃってもいいと思うんですよ。 じゃあ、それぐらいにしまして、じゃあね、ちょっと次は説明メインでいきます。次のページをお願いします。ちょっと待ちましょうかね。一番上、保証人の責任の範囲。え、こちらね、段が2段、3段あって一番下、損害賠償債務と、解除による損害賠償、丸と書いてる。ゆっくりいきますね。主債務が解除されました。 損害賠償債権が発生しました。保証人責任取るんですかと。それは普通に考えて取りますよね。損害賠償で責任取るに決まってるよね。と。はい。頭使うのは上なんです。現状回復義務。この現状回復っていうのは、解除で生まれる権利ね。解除で生まれる権利。渡したもの返せ。 利息つけて返せ渡したものを返せ利息つきで返せ物だった場合は使用利益を含めて返せ渡したものを返せ物だった場合は使用利益を含めて返せでまずざっくり右側右側の方だけざーっと、えー、遠い線で見ると ここがなんか丸×丸となってますねこの区別ができるようにしましょう番章の方また先ほどの S を出してください,い、えっと、左側の方からちょっとねええ動きを見せたいんで画面の方を使,使わせてください A と B がいて B から物を買ったんです。で、物を買ってこちらちょっと A を動くようにしたいんですけどお金,すお金を払ってます、はい。で、ここに物がありますね。これ特定物と思って特定物。唯一の物と思って唯一の物と思って。 ありがとうございます、唯一の物ね。で、この唯一の物、この引き渡し債権この物に対する引き渡し債権があってこれについて保証人をつけたんですこれについて保証人をつけたんですはいでここでちょっと書きましょうか解除解除がされました はい、債務不履行の解除と思って債務不履行で解除したといつまいたっても物を渡してくれないいつまいたっても物を渡してくれない債務不履行で解除をしたすると右側「現状回復請求権渡したお金を返せ利息付きで返せ渡したお金を返せ利息付きで返せ」 こういう権利が生まれる。渡したお金を返せ。利息付きで返せ。じゃあ、この現状回復について、保証人は責任を負うのと。でね、結論は負うなんです。ちょっとヘリクスから言かせしてください。ヘリクスどうぞ。僕は負わないと思います。なんで解除によって。 債務消滅、ん何解除によって債務消滅、主債務なければ保証なし、んどういうことだから解除する、引き渡し債務なくなる、よって保証債務なくなる、保証人解放うん、分かった、じゃあちょっと聞きたい、うん、この理屈わかるんですよ、じゃあ、この保証人って何をする仕事があるのはいだから、この引き渡し債務の保証人って、どういう時に何をするの はい。言ってごらん。主債務が払わないときに、物を渡さないときに、主債務のとこに忍び込んで、物を持ってって、物を盗んで、それを渡すんです。はだから、引き渡し債務の保証人、唯一の物なんでしょだから、払わ渡さないんだったら、忍び込んで、黒丸取って、それを渡すんです。こな中に、そんなわけあるかこれね、特定物の、特定物の保証人っていうのは、 何かあったら責任取りますって意味なんですすよ何かあっったら責任取りますって意思のはずなんです。伝っとあるかなこれ払わなかったら仏盗んできますじゃないんですよ <laughs> 渡さなかったら仏盗んできますじゃないんですよ何かあったら責任取りますなんです。 なので、今回まさに債務不履行という何かがあったのでこれは責任を取る、こちら、責任が認められると、原状回復も責任が認められると。何かあったら責任を取る。 っていうのが意図なんですから債務不履行という何かがあったんですから責任を取りなさいとでただ、ね、ちょっとこれはまだ修正の結論もあるんですその下に、ね、合意解除って書いてないちょっとそこ気をつけてみてほしい。合意解除。 B は A に4,000万返還する保証人に責任なしとこれね今まず板書で先説明したのは債務不履行解除ね債務不履行解除ねこれは責任を負うんだけど合意解除の場合はむしろ責任が基本ないなんです合意解除はむしろ責任がないなんですこれあるってなるとこうなるんです うんどうしようかうんとこっちを A でこっちを B にしましょうかおい B 合意解除しないえなんでもう嫌になったのいやそんなわけじゃないんだよ一儲けしようぜえごめん意味がわからない一儲けってこれさ解除したら現状回復請求権発生するでしょうん発生するうん渡してもらったお,お金が一千万だから一千万の現状回復バカ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 ,バカそこを四千万にするんだよえごめん意味がわからない四千万払いたくないバカお前から取る気はないよあいつからやるんだよ 合意解除で4000万返すて約束するお前払わなくていいからあいつから取るから山開けなお互いで合意解除して保証人に思いっきり請求するお互いで合意解除して金額決めて保証人に思いっきり請求するこれを恐れてるんですもう一回ねお互いで合意解除する金額でっち上げる お互いで合意解除する金額でっち上げるそして保証人に請求するこれを恐れてるんです合意解除お互いの合意で解除するその合意の時にでっち上げをするそれを恐れてます じゃあちょっと表の方を見てみましょうか表の方にちょっと戻っていきます。いきますよ、一番上。特定物の売り主の保証の場合の売り主の債務不履行による契約が解除された場合における原状回復義務冒頭、特定物って書いてあるね、特定物。これは何かあったら責任取るって保証だからね、特定物の債務の保証何かあったら責任取るって保証ね。 でこれは右側、保証人は責任を取ります。ですが2段目、合意解除から生じる債務は、でっち上げる危険があるから×、でっち上げる危険があるから×なんですただ、原則って書いてあると思います例外があるんです例外1、合意解除が債務不履行に基づくものちょっと一った切るね。 これ前の民法改正でもう明文化したんですけど債務不履行があるのにわざと合意解除するっていう事案本来債務不履行だったら一方的な解除ですでも円満解決円満解決という名目で日本人は合意解除しやすいんです本来は債務不履行なんだけど債務不履行解除だけど円満解決のために合意解除するってのがありますあの話はあそこですあの天体 天体で元の賃貸が解除したら天体を追い出されるかとでそこのところが債務不履行による解除か合意解除かで分かれたんだけど合意解除でも実質債務不履行ってなりますよね。ここ,そこの話なんですよ。債務不履行だけど合意解除形式を取ったって場合。で続いて2番ちょっと早いかなごめんね。2番丸に読んでみて。 債務不履行の場合と債務不履行の時の解除と比べて重くなってないでっち上げてないってことねでっち上げてないってことねそのでっち上げてなければ責任取っていいよねとでっち上げてなければ責任を負っていいよねと。 ということでちょっとこれをちゃんと当てはめましょうここの現状回復まずは基本は債務不履行は追う単なる合意解除は追わないでも合意解除だけど一定の場合やっぱり追うです左の問題1と2両方やってみてください 1>, 1番は2行目で債務不履行って言ってますからね債務不履行って書いてあるからねね二2番は3行目に合意解除になっていて例外に当た,たる事情が見受けられない例外に当たる事情が見受けられないそこで切っちゃってください ちなみにこれ、あのー、細かいというか出、ね、やしないだろうという論点じゃないんですよ。1番が31年出てるんですからね。となるとその周辺が出てもおかしくないんですから。はい、じゃあこれぐらいにしましょうで次のページちょっと基本になりますが説明させてください1011の11ページ。 11ページの方ですが、絶対項、相対項の話です。で、表のところ上から3段目、保証から見ていきます。主債務に生じた自由、保証に及ぶか、主債務に起きた自由が保証に及ぶかっていうと、区別なく丸。目的に起きたことは、手段に影響が出る。目的にあったことは、手段に影響が出る。 主債務に起きた事件は保証に行く目的にあったことは手段に影響が行くじゃあ今度下の段ね保証人に生じた銃弁済丸え聞きなされでいいかんね保証人が保証債務を払いました 保証債務がなくなるし、主債務がなくなるよねと。主債務がなくなるよねと。保証債務を払えば、主債務がなくなるよねと。いけたかなじゃあね、聞きたいのは、今、弁債って言ったでしょ払ったって言ったよね。で、その払い方が、自分の債権、保証人が持ってる債権で相債した場合。保証人が債、 保証人が債権者に債権を持ってる。保証債務と自分の債権で総債すれば、これ、やってること同じだよ。金で払ったじゃなくて、債権で払ったです。それが右。総債丸。弁債丸っていうのは金で払った主債務消える。金で払った主債務消える。総債丸、債権で払ったです。じゃあその横なんて言うと思う公開。 自分の車で払うとこですよね自分の物で払うですよね自分の物で払うと約束する自分の物で払うと約束する保証債務消える主債務消えるよねと保証債務消える主債務消えるよねでねつくづく思うんですが改正によってこうすごい覚えやすいんですよあの言ってしまえば 金で払った場合債券で払った場合物で払った場合ただそれだけなんですよでもっと言いますよどう頭使う必要ないんですよ 払った場合はそれは消えると払っった場合ははそれは消えるっていうのは共通するんです。払った場合はは消えるるこれは共通すすんですよちなみにね、このテクニックは、不可分債権、不可分債務という、まず出やしないだろうってものを入れるとぐちゃぐちゃになっちゃうんです。不可分債権、不可分債務まで入れて、一気にやろうとすると、バンっていっちゃいます。まずは出やしない不可分債権、不可分債務は無視しちゃって、覚えることをお勧めします。 じゃあ,、まだあ,れかじゃあね、今度下に、ね、行きまして連帯保証主債務に生じた自由全部丸、これは同じ次、保証に生じた自由は今言った弁済・総裁・公開は同じってか覚える必要はないと思うんだけど俺これでただ、もう一個入ってる近藤が入ってるんですよ。近藤 主務保証人と債権者が同一になる。保証人と再建者が同一になでここは覚えておくとすごく便利です丈夫にもなってます。 近藤は弁宜扱いされてるんです近藤は弁裁扱いされてるんです実はこれ、ね、急所の問題なんですよこれ急所って未然に切んないと急所できませんよね近藤っってて未に本ないよ、ね、でこれだ急所できなくなっちゃうから近藤を弁宜扱いするって条文作ったんです近藤を弁宜扱いすると。 よろしいでしょうかね。ということで、これ、弁済扱いといけば分かりやすいと思います。そしてです、よいしょ、いけるうん、ここなんですが、ここの結論って、連帯債務と同じだって分かります 私さっきこう言ったの覚えてる連帯保証って最古の公弁検索の公弁最古の公弁検索の公弁がないって言ったじゃないですか実質何て同じと言いましたっけん債務者と同じって言いましたね債務者と同じつまり連帯で債務者連帯で債務者連帯債務と同じになってるんです実は連帯保証は扱いは債務者と同じなんです連帯債務連帯保証は同じになるに決まってるんです ってことで、結局これ覚えるとしてもね、覚えるとしても、まずは。弁済総殺公開は絶対丸。で、その上で、連帯債務連帯保証だと、連帯債務連帯保証だと。近藤まで丸になる。近藤まで丸になる。近藤まで丸になる。 であとはもう一回頭からいきますよ、弁済・総裁公開は絶対丸、で連,帯連帯保証・連帯債務は混同まで丸になる、で最後、一番上、連帯債権、これは3つ丸、免除、混同、請求が丸、でこれ、本来はね、実はテキストの作りが、連帯債権はその前にもう勉強してらっしゃるんですよ。 連帯再建はその前でで勉強してるんですで本来はその前のところで、連帯債権でこういうものだよ、で絶対合っこういうことだよってことを説明した上で来てるんです、本当はね。ちょっと今回、ぶつ切りになっているので、その説明ができなくて申し訳ありません。ということで、ちょっとこれは今のうちはもう暗記にしてください。3つ、免除、混同、請求と。ということで、ちょっと一言言わせてください。まあ、覚え方というわけじゃないんですけど。 免除近藤請求あれくれよあれ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 ,あれよこせいいからいいからあれよこせあの日本の昔ながらのさあの遊び日本のあの遊びあの遊びのあの遊びどういうこやだから正規お前によこせあれよこせ何がってあのいやほら番書のさ一番下板書一番下これ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 一番下これこれが欲しいんだよいいからこれよこせ番書一番下なこれよこせこれこれ番書一番下なこれよこせ何て言いますこれめんこ めんこ。め一番下。免除近藤請求。面交請求。先生面交黙れ。面交請求。面交請求と。 はいといととうことでね教室の中、誰も薬でもしてくれません。えー、非常に私は心が辛くなっております <laughs> もういいんです、それでも、面行請求って覚えちゃえば、連帯債権はこれで覚えちゃいましょう。面行請求と。とで繰り返します。もう一回繰り返して先にいきますと、弁済、総裁、公開は絶対絶対行、連帯保証、連帯債務、プラス混を連帯債権は面行請求と。 じゃあそんな感じにしましょうかいけるかなじゃあページは今度1213いきましょうちょっとこちらも説明中心にかしてください13ページ一番上保証人への情報提供今年の問題出たものです左側見ましょう458枝番の2取材債務の履行状況に関する情報提供義務 下の段情報提供をする内容したる債務の履行状況えっと保証人としてみれば主債務がどうなってるかって知りたいんです保証人としてみれば主債務がどうなってるかって知りたいんです注意書きざっくりでいいから見てやって主債務はいくらぐらいですかとどんどだけ遅延損害してますかとそういうことを えこれは情報を与えなさいと。保証人にこういった情報を与えなさいと。いけるかなよしじゃあ表戻るよ表上から2段目。保証人からの請求が必要です。言われたら教える聞かれたら教えなさいと聞かれたら教えなさいとあのそうじゃないとかわいそうだからね。 誰がって債権者があ弁済ありがとうございますあ保証人ですかあのし債権者です今回払われまして残金がいくらになりましたはいはいはいあまた払ったすいませんもう一回払われましてあの残金がとめんどくさいからこんなのいい請求がなくてもやれなさいって言ったらこの債権が可哀想なんですよ。よ ととこで2番の問題請求があるかどうか見て、左の2番の問題請求があるかどうか。請求がないんですから、これは提供する必要なんてないわけね。 はいじゃあ戻りますね戻りまして今度は適用範囲ってとこ見てください適用範囲はじめ二段セットにお願いします委託を受けた保証委託を受けない保証伝わるかな主債務が頼んでなってもらった保証を勝手になった保証主債務が頼んでなってもらった保証を勝手にやってしまった保証 でこの情報提供はもう一回いく、ね、主債務,務が頼んでなった保証と頼まれてもないのに保証になった場合でこのルールは主債務が頼んだ場合しか適用がありません委託を受けない保証は適用がないこれねこうしないと ある方の資産状態を知りたいかから勝手に保証人なな。るるんです。伝わるかなある方の資産状況が知りたいとりあえず保証人になってみる頼まれてもないのに保証人になってみてこの権利を使って債務状況を調べるこういう輩らが出てきちゃうんですある方の資産状況債務状況を知りたい頼まれてもないのに保証人になる 頼まれてもないのに保証人となってこの権利を使って財産状況を調査すると。 そういったことを恐れているんです。ということで一番左側の問題一番の問題確認できる委託を受けた保証に限られるその通りってことね。 じゃあ今度ね表の右にいきますの。主たる債務者が期限の利益を創出した場合における情報提供、期限の利益を創出したと。情報提供する旨主たる債務者が期限の利益を創出した旨と本来、弁済期が2年後だったんです。 でも主債務がちょっと裏切り行為をしたせいでこれ、期限の利益はなくなっちゃいました主債務が裏切り行為をしたせいで期限の利益はなくなっちゃいましたつまり今すぐ払え今すぐ払えもっと言うよ今すぐ払え今日から楽しい遅延損害金スタート遅延損害金スタートなんです実はそれが言いたいんです期限の利益はなくなったよじゃなくて遅延損害金スタートしたよ保証債務増えていくよと。 遅延損害金がスタート、保証債務が増えていくよと、昔これなかったんです、なので、いきなり2年後、いきなりやってきてね、あ今日が弁済期ですよね、いや、実は2年前に期限の利益はなくなってね、えっ、だから2年前から、<laughs> 遅延損害が大昔はね、40.004%取れたんです、40.004%、2年分ね、と、なんで 不意打ちになったんですよ。遅延損害が発生しているのに気づけないと。で、もっと言うよ。もっと言うよ。この情報提供がされることによって、だったら俺今すぐ払いますと。溜まる前に今すぐ払いますと。そういう方向に行くはずなんです。 このように、ね、遅延損害がどこどこ,ど,こど,こどこどこたまらないようにするための情報提供なのね。遅延損害がどんどん,どん,どんたまらないようにするために情報提供しなさいと教えてあげなさいとでこれちょっと書かなかったんですけどこれ教えないと遅延損害取れませんむしろ教えないと遅延損害取れません。 教えないと遅延損が取れません。ということで、いけるかなよし、じゃあ次の段、保証人からの請求、これはいりません、期限の利益を失ったら教えなさいと、言われなくてもこれは教えなさいです、左と違って、言われなくても教えなさいです。で次 委託を受けた受けてない関係なく教えなさいともう一回聞きたいんですけどなんでこれやるんだっけ遅延損害金が発生したよとスタートするよとこれから遅延損害生まれちゃうよ教えないと何が悪いの教えないと保証人の遅延損害がどんどん増えちゃうんだよね。 保証の遅延損害がどんどん増えちゃうねでどんどん増えると何がまずいのん何があ言って生活苦になるんですよ遅延損害がどんどん積もると生活苦になっていくんです言いたいことはこの表の一番下です生活苦を防ぎたいって一種詞なんです生活苦遅延損害で生活苦になるのを防ぎたい だから法人が保証人だったら適用がないんです自然人が保証人の時だけ生活苦を防ぐために適用があって法人の場合は生活苦ということはない生活が苦しくなるってことねあのノリはあれですよ根保証と同じです保,と同じ、えー、保証人が個人の場合だけ適用がありっあれと同じです ということで、四番の問題確認して。法人だったら適用がないってことね。去年債権法の改正、大変だったと思います。その大変っていう理由は、もちろんね。 内容面も,もちろんそうですでももう一つは問題演習がでできないことだとだ思うんです。問題を使ってできないから頭に入んないんですよで今回この講座のためにいろいろ問題を作りましたなので問題演習しながら改正の勉強ができますちょっとまた問題いきましょうかこのページ下の方連帯債務者保証人の求償権6足あると思いますちょっとやってみてください用意、スタート それぐらししましょうか右のページの表を使っていきます横に見ててください連帯債務者求償の範囲各自の負担部分に応じて1支出した財産の額または共同の面積を得た額2面積行為のあった日以後の法定意識して利息利息ここだけ意識して利息そして3その他の損害賠償、まあ、ぶっちゃけ言うとね 1>, 1が払った額、まあ、および負担部分でかけるんだけどね払った額かける負担部分なんだけどねプラスして利息までいけるんだと利息までいけるんだとでさらに相談したいけど受託保証人ってありますこれはさっき言ったね委託を受けた保証人委託を受けた保証人です で委託を受けた保証人委託を受けた保証人この場合ね右を見てもらうと支出した財産の額または消滅した債務の額に面積行為があった日以後の法定利息利息もいけるのねじゃあその一番下委託なき保証人勝手になっていると。 でここも実は二つに分かれるんです上の段と下の段主債務の意思に反しない反すると。うん分かれると思いますが少しだけやらせてくださいすみませんお金を貸してくれますかえだめ保証人つけろいや保証人なんかいませんえ息子息子には絶対頼りません私にお金を貸してくださいだめですかプルプルあはい実はお父様がお金を借りたいとあはい保証になってくれますかね ぜひお願いします。お父様から委託は多分無理だと思いますわかりましたじゃあ銀行に来てくださいわかりました頼んでないね意に反してるよねこういうケースが一番した頼んでもないし意に反してるとなってもらったことに意に反してると でここなんですが実はここではその区別あんまりいらなかったんです本当は。横見るとね、債務証明した行為当時の現存利益、求償した当時の現存利益と書いてあって、ざっくり言うと、払った分取れない可能性があるんです払った分取れない可能性があるんです。 1時間ぐらい来ましたの、ね、で、少し軽い休憩しましょうか、えっと。私の講義のところではあの1時間20分で25分で完全に休憩なんですけど、1時間ぐらいのところでちょっとした軽い休憩タイムを入れてます。人間の集中力、そんなに持ちませんから、なんで肩を揉むなり、足を揉むなり、この軽い気な,なんかしてみてください。マスクを剥がせても何でもでいいいと思います本当に よししじゃあいきましょうかで、ね、ここなんですが、まず現存利益って言葉この意味合いは出たことはありません。ただ、これね、これは払った分取れない可能性があるぐらいで結構です。で、この区別も出たことありません。出たことないのに、そこにはまるのはえや,めやめましょう。出たことないんだから。出てるのは何かっていうと、払った分が取れないだっていう点じゃなくて、利息が取れないんですよ。あの主債務にね、 頼まれてててなくて勝手にやってるのね主債務に利息は請求できない勝手になっている利息は請求できないちょっとこれでね1番と5番検討していくんない ?1 番と5番。 いいからまず一番は委託があるかないかで変わってくるからね委託があるかどうかに違うからねだから罰なわけ一方5ちょっと早いかなこれひどいよねあの急賞すらできないといやそこまでは言ってない急賞ができないそこまでは言ってない払った分取れない可能性あるかもしれないけど急所ができないとまで言ってない で今のが基本的には事後給証の話になります表の下行ってください中の1事前急証ができる場合とでここはぜひね,あのね線かなんか引いてください丸二番の初めの文字星印のところまで押さえればいいです債務が弁済期にある時ここだけまず覚えましょうで何かと言いますと普段の急証は自己給証 払ってきたから給償してくれと払ったから金をくれこれが事後給償払ったから金をくれこれが事後給償では事前給償っていうのは払う前に金をくれとあの弁債金になったんですこれ払った後ねもちろん給償できるけど先取れた方が安全だよね先に給償取れた方が安全だよね でちなみに、ね、皆さんが主債務だったら何て言う私保証人ね払ってくるから勘定代。いうんいや別にやもうちゃんと払いに行くから払う勘定代。自分で払うって言いますよね <laughs> 一実はねそれを促してるんです自分で払うことを促してるんですだからそんな変な制度でもないんですよ 払ってくるから金をくれっていうことによって主債務からの弁済を促すんですはい。 ってことでこれぐらいにしてじゃあねこの右のちょっとね表に戻ってください表に戻ってもらって右側の事前給償丸がついてるところを見てください受託保証だけ丸なんですでねちょっとこれヘリクスで押さえてヘリクスでなおねこの事前給償権っていうのは委任契約の費用前払い請求権委任契約の 費用前払い請求権の具体化なんです。委任契約の費用前払い請求権の具体化なんです。六百五十かなんですか。費用前払い請求権の具体化なんです。委任契約をした場合、費用がある場合は先に払ってくれと言える権利。この具体化なんです。 ってことでいくよ。委託保証っていうのは主、主債務と保証人で契約してるでしょ主債務と保証人で契約してるんだよね。だから認められる。ってことはその下、委託がない保証は、委任契約がないんですから、委任契約がないんですから、認められるわけがないんです。委任契約がないんですから。 委任契約はないんだからね。また連帯債務者間も別に委任契約ありません連帯債務者間でも別に委任契約なんかしてるわけじゃありませんだから一番上も罰になってます連帯債務も罰になってますまあ議論する必要もないっていう意見もあるんだけどねだからここ罰にするか写真にするか悩みました罰にするか写真にするか悩んだところです ということで最後になりますが中の2、えー、すいません事前給証って何だっけ払ってくるから金をくれ払ってくるから金をくれ聞きたいんですよ保証人って払うっていうのはお仕事ですよね物上保証払うことはお仕事ですかってこと物上保証は債務は負わないが責任を負うですよね 債務は負わないが責任を負うです。物情保証払うことは仕事内容じゃありません。 払うことは仕事内容じゃありません。かといったところでもう一つやらせてください。ページをめくりましょうか。ちちょょっと待っましょうかね。14 15 ちょっとこれは多分やってもできないと思いますのでちょっと私のほうで説明していきます。事前通知、事後通知です。縦に見てください。表を縦に見てください。左側のところ、15ページの表ね。主たる債務者による通知、主たる債務から保証人への通知ね。主たる債務から保証人への通知。 で左側見ますと「事前通知」「弁済前に通知する」「弁済前に通知する」「連帯債務であれば」「弁済前に通知する」「相殺する気はないですか」と「相殺する気はないですか」っていう連絡です「払う前にほかに連絡をする」「相殺する気はないか」っていう連絡をするわけです連帯債務であれば他の連帯債務者に 払うけど、相殺する気はないかっていう連絡をします。一方、主債務は保証にこの連絡。罰なんです。うん、ちょっと同じことやるよ。払ってくる、えっと、払う前に連絡をする、相殺する気がないかと。うん、こっちが主債務、向こう、えー、保証にしましょう。こんにちは、金借りた主債務です。どうしました?。 俺払おうと思ってるんですあ、はい、お前の債権にさお前総裁する気ないふざけるなあのもっと言っていいもっ,ともっと先いくよ一主債務ですこれから払おうと思いますとっとと払えこっちいいと思うんですよ事前通知罰とっとと払えと もちろん、ね、ちゃんとしたことにはね何で俺が総裁しなきゃいけないんだと何で保証人が総裁しなきゃいけないんだともちろんそうはなるんだけどねもっと単純にとっとと払えですよ。 一方ねこの表の右行くよ表の右ね。事後通知払ったよ払ったからもう払わないでねと払ったからもう払わないでねと払ったからもう払わないでねと。これはやってあげるべきだよね。保証人さんもう払ったから払わなくていいよと。 請求来ても払わなくていいからねそれはもちろんやるべきです相手が分かってるならね下を見て丸伐になってませんか自分が頼んでない保証人多分存在知らない存在を知らない存在知らないんだから教えようがない よろしいでしょうかねで、ちょっとここまで押さえてほしいのが丸って書いてある意味なんですあのね、払ったら連絡しろ払ったら連絡しろって言うんだけどじゃあ連絡しなかったらどうなっちゃう連絡しなかったら保証人何しちゃうと思う下手すれ払っちゃうでしょ その人見て通知を怠った場合読んでみて保証人の弁済が有効になるってことは保証人から求償が来ちゃうってこと保証人からの弁済が有効になるってことは保証人から求償が来ちゃうんです。 じゃあ今度は、右に行きましょう、今度はね、保証人による通知、保証人が主債務に連絡する、保証人から主債務に連絡するです。でまずは事前通知。 保証人が払おうとするときに主債務者に払うんだけど、相殺する気ない主債務3、自分の債権で相殺する気はないと払うけど、えー、主債務3、自分の債権で相殺する気はないですかとこれはやるべきなんです。 でちょっっとこう難しいから頑張ってねじゃあやらなかったらどうなるかそれがねその下事前通知を怠った場合ちょっと読みづらいよ読んでみて一回これね主債務が総裁できたにもかかわらず払っちゃうと総裁できなくなるこれね求償するときにむしろこちらが総裁を食らっちゃうんです 求償するときに、その債権で総裁を食らっちゃうんです。もう一回ね、もう一回ね。本来主債務が反対債権持っていて、総裁したかったわけ。で、払っちゃったせいで、総裁できなかったわけね。求償したときに、その債権で、総裁食らっちゃうんです。求償したときに、総裁できない債権で、総裁できなかった債権で、総裁を食らっちゃうんです。 ちょっとここは分かりづらいと思うんで、ぜひ、ね、ちょっとこれ復習のときに2番の問題をあと、ね、でね、事実関係とかね、ちょっと絵にしてみてそれでもう1回考えてみて2番の問題ね、2番の問題を絵にしてそれで考えてみてで、ちょっと本体の講義でも言うんですけど2番みたいな長い文章の事例問題があるでしょこんな長い文章を読みたくないと思うんです。なのでできればね、左側に余白あるでしょあんまり大きくないけど。 できるだけ、ね、1回目読むと解くときに、左の予約に書いてってほしいんです、権利関係。あのもう文章を読むのは飽きたでしょという文章、読解できるじゃないですかい、いつだって。問題演習っていうのは、自分が入ってるかどうかの確認をしたいんだよね。だったら、権利関係書いた方が確認しやすいんです。なので、ぜひねいえ、権利関係になっているものは、ね、ぜひ左側に、ね、図を起こしちゃって。 はいちょっとごめんなさいねキりがいいところにで行かせてくださいちょっと待ちましょうかはいで今度ねこのね表の方戻ってえ事前通知丸でその下が条文なし中の1って見つかる条文なし中の1保証人からの通知事前通知1個目丸委託がない場合条文なしになってるねでここはもう勉強しないで勉強しないで条文がない理由を一応中の1に書きました ももうどうどしても気になる人はね、読んでください読んで、ね。あーって思ってください。気にならない方は幸せにここはもうブラックボックスだとって思ってね、もう見ないことにしてください。一方、ね、今度は事後通知です。事後通知、これは丸なのね。 これさっきと同じよ。自己通知しないとどうなるかっていう点はさっきと同じね。後で払った弁済が有効になっちゃう。後で払った弁済が有効になっちゃう。下の方を見て。通知を怠った場合とに入ってから読んでみて。後で払った方が有効になっちゃうよってことね。 一方ねここまで出たらもう思いっきり差がついちゃいます上の表の事後通知下の段が中の2ってなってるでしょ委託を受けない場合は実はさらに枝分かれがあるんですこのページ一番下の絵を見てくださいちょっと左と右まず確認して委託を受けてない頼んでない保証人で左側 意に反しない。右、意に反する。右は意に反するね。左が反しない。右が反する。左から縦に見ていくよ。絵の方見てやって。債権者、主債務者、委託なき保証人がいる。委託なき保証から丸一、弁済する。事後通知をしなかった。事後通知をしなかった。 そのせいで右、主債務が払っちゃった主債務が払っっちゃった。その下見て事後通知をしていなかった場合主債務の弁済が有効になるこれ意味は求償ができないってことね主債務の弁済が有効になる求償ができないってことだもんね。 一方下事後通知をしていた場合していた場合これはしていた場合はこれは保証人の弁済が有効になりますよ求証できますよと。一方ねこれがほとんど同じ事例でてか全く同じ事例で。 意に反しちゃってるるとどうなるか縦に結論見てやって A は同じだから。意に反してやっちゃうとここまでで厳ししいんです意に反して払っちゃうと意に反して払っちゃって主債務まで払っちゃうと主債務の一方的勝利です。意に反して払っちゃう主債務まで払っちゃった主債務の一方的勝利です。どっち転んでも主債務の勝ちなんです。 もう一回ね意に反して払ってしまった保証人が意に反して保証人になりそして払ってしまったで主債務が払ってしまったこの場合主債務の弁済が有効で決まりなんです。 で、これはね、後で復習の時で構いません。左側の7番の問題。7番の問題ね。ちょっとこれ事例だから今切り切れないと思う。7番の問題を検討してみてね。特に上から2行目、7番の問題、上から2行目に C の保証が A の意思に反しない場合。C の保証が A の意思に反しない場合と。ちゃんとこういうフレーズを見つけといてね。意思に反しない場合と。 ととったところで、前半は大体こんな感じになります。で,ここで、えっと、これでとりあえず講義の方はほとんどおしまいなんですがページの方で言うと何ページだっけな ?2 ページをお願いします。えー、復習のときに過去問や透例問題を解く必要がありますかと。で、これ皆さんに復習でやってもらいたいのが。 17ページまで本日17ページまで左側の問題をひたすら解くことです17ページまで左側の問題をひたすら解いてください今日17ページまで進んだってことにしますその場合に17ページまで左側の問題をひたすら解いてくださいで間違えたものがあれば右側の表で確認してくださいでこれは講義中に触れた問題もあるし触れてない問題もあると思いますもうそれ構わず全部やってください で、3末まではこれで十分です。この左側の問題っていうのは、どういう問題を入れたのかと。これ2ページの一番下。表みたいなやつ見てください。卓スターゲットの教材。典型過去問、難解な過去問でも出る可能性があるものを入れてます。一足一足自分が検討して入れてます。その下。 当連問題で復習の必要性が高いもの、これを自分が一個一個入れてます、人にやってもらったんじゃありません、自分が本当に涙流しながらやってました。もうこれをひたすらやってください。というのは、これをやることによって、その下見てほしいんですが、A ランク、ダブル A ランク、正答率60%以上はまず取れます。でした。 B ランク、えー、生徒率40%以上これも半分はいけますじゃあそれでいけるのかってことなんですけどちょっと前のページにちょっと表を作ったんです前のページにちょっと表がありますので見てやってください1ページの方ね こちら午前の部 WAABCD とあって WA の数 A の数 B の数そして基準点の数値を見てやってください難しいことをやんなきゃ受かんないわけじゃないんですよ今年の午後みたいな難解なね問題がいっぱいあったと思いますあれ解けなくても受かるんですよ WA と A これ絶対そして B が半分いけば上乗せ点までいくんです 今回この教材はそういったものに焦点を思いっきりったんです全部が載っているけど繰り返せないそれって意味がないんですよ繰り返せって初めて学習って意味があるんですじゃあ繰り返すにはやっぱり教材は分厚いものよりもコンパクトなものが繰り返せるんですそして思うんですページまたね何ページだっけ 2ページの方ですが、下の方にね、この教材の量で大丈夫ですかと、例えばこれ、民法の2分冊目、これ今あるんですけど、339ページです。でも、左側が問題です。ってことは、実質半分なんですよ。実質半分なんです。で、大丈夫なんですかと、大丈夫です。一番下見て、結果も出てるんです。2年前にターゲットをやりました。で、その時に、総合1位が出てます。 少ない教材でちゃんと一種子糸をつかんで過去問を覚えるでなく規範を覚えるそういうことをやることで1位まあ別に1位目指さなくていいよ1位目指さなくていいんですけど受かるんですよちなみに右のページいってください 宅インスターゲット攻略講座を使った9か月どんなふうに勉強するのとちょっと上に見ますと12月末まで宅インスターゲット講義民法不当法これがえ週末に行われます週末に行われます。民法不当法が週末そして民訴、マイナー科目これを平日に行いますか例えば人によっては、ね、え休日だけ講義の方をリアルタイムに聞く で平日の方については余った時間でやるという選択できると思いますまた真ん中12月以降、タックインスターゲット講義その他の科目が行われてきます不登本残りと残り全部ですそしてその下実力要請編がスタートしますでこのタイミングで2週間に1回、登壇が来ますで 実力がちょっとあるなという方は、ね、ぜひこのタイミングで実力要請に合わせてターゲットの教材をまたもう一回やってください実力要請に合わせてやってくださいでちょっとまだまだできないなという方は実力要請をちょっとスルーして卓越タ,ターゲットをひたすらやってください東礼、えー、に合わせてターゲットを解く。 で今度3月末からあとか4月以降ファイナル編と模試が行われてきますでそこでターゲットの教材を回してください目安は1ヶ月で全札目安は1ヶ月で全冊ですだからそこで1ヶ月で全札回せるようにそこまで何回繰り返してるかです何回繰り返してるかあと権利関係をちゃんと絵にしてるかそういうのをしていれば回せることどん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 早くなります そして、ね、ちょっと講義でも言うんですがぜひここで過去問普通の合格損一回ししてほしいんですでねその過去問やると典型的な過去問や難しいけど出る可能性ある過去問はひたすら繰り返してるから「なんだこれ!」と「なんだこんな過去問あんのかよふざけんなよ」と覚えられるんです 今まで散々ね繰り返しているもの以外だけ焦点が湧くんですよそこであんまり出ないけど出てる過去問って覚えられるんです時間が延びてごめんなさいもう少し言わせてくださいあのね多分初め勉強ってこうかないんです全部をね焦点当てるの全部かかってこいと俺は全部吸収してやるぜと っって言って言始めるんだけどあできねいできねいできねいどれだけやればいいですか、これだけやればいいですかと、こうなるんですよ。むしろ、学習効率で逆がいいんです。もう、核になるところをまず固めていくの。固めていって、広げていくんですよ。固めていって、広げていくんです。で、直前期になって、超直前期になって、変なね、どつも変なね本当に細かい論点、ちょっとだけ見とくだけで、頭に残るんですよ。 三末までに角を作るで4月から広げていく3末までに角を作って4月以降広げていくはいちょっとあれななので学習の仕方 これは広げてから狭めるじゃなくて狭めてから広げるっていうやり方です一方次期日対策これは基本演習をしてきます何かのインプットではなく演習がメインになります期日メンテナンス講座これが1週間に1問皆さんに配信します1週間に1問不動産1問次の週が商業1問 不動産商業1問ずつやっていってもらいます。1週間に1問ずつね。で、解説講義は30分とコンパクトにしてます。皆さんはどっかの時間を見つけて1問解いて解説を聞く。それをやっていってください。で、このメンテナンス講座のところは非常にオーソドックスな問題にしてます。オーソドックスな問題にします。で、1月以降で実力要請編で 少しひねりが入ったものが出てきます。一番右、ファイナル編公開模試で、相当エッジが効いたものを解きます。で、私は、今の今年の記述のね、問題見る限りは、何かのインプットというよりは。演習で決まると思ってます。ちょっと下の方にね、今年の問題の初見を入れさせてもらいました。 あのね回答だけ見て問題じゃなくて回答だけ回答だけ見たら恐ろしくいびつな登記やらしてんのあれ一個一個のパーツだけ見て一個一個のパーツだけ見たら変なことなんかやらせてないんですよ真剣と添付処理ぐらい一個一個なんて普通の問題なんですよねじゃあなんで最近特に今年の問題ってえげつなく感じるかこれがね上から2段目こうじゃないんです今まではね出てくるものが全部登記されるんです だから出てくるものを登記するって分かってるからあとはどういう順番に並べるかって考えればいいんです。下の方丸登記事項の情報そうでない情報が散乱している状態これなんですここ最近の問題雑音邪魔な情報いらない情報遺産分割協議書これなんだろう なんでこれあ、待ってこれどうなってんのわけ分かんない後から見ましてこれは登記する必要ありませんふざけんなものやろうといらない情報がいっぱいバーッと出してくるんです実もやっぱりそうらしいんですよね,そうね依頼者の方はいろんなことを話してくるでも全然関係ない情報もいっぱい入ってくるそん中から関係する情報を抜き取って登記するものを見つけて順番決めて書いていくってことなんです これって何かのインプットでどうこうなるものじゃないんですよいらないものをねどんどん弾いてそれでいるものだけ抜き取っていくっていう作業は何かのインプット作業でうんぬんできるものじゃないんです。ぶっちゃけ演習なんでですよ今年延長期間で 皆さんずっと演習を続けていると思うんです。この力を落としてほしくないんです。なので、定期的に演習するっていうプランでやっております。また、筋層安心については、またどこかでまたご説明したいと思います。で最後になりますが、一番下、フォロー制度についてというところ、これで終わりにしますでこちら。こちらの方ですが、いわゆる教えてチューターというもの。 質問制度はあるんですが、それは私が担当しておりません。ちょっとこちらの方は私は担当してないってことだけ、そのだけお願いします。で、ただなんですがやりたいことがありまして、その下に受講生限定 YouTube ライブを行おうと思ってます。1ヶ月に1回程度できるかなという今でまだまだ未定なんですけど、その一番下具体的に言うとね、YouTube ライブだと右にコメント欄が入れないれんです。で、そのコメント欄のところに民法何分冊目の何ページの何問説明してと。 でそれを入力してもらったら、私がその問題見て、うん、分かった、じゃあこれ説明するね、これこうで、こうで、こうだよ、ちょっと書いてみようかとで、こうなんだよと、講義で全部はやっぱり触れませんで。基本的に自分でやってもらうものも多くなります。というときにね、ちょっと自分でちょっと分かりづらい、もしくは過去問の解説見たんだけど、ちょっと分かりづらい、講義が聞きたいっていうところもあると思うんです。そういったところはこれでフォローしていこうと思っています。 お時間の方が少々伸びてしまって申し訳ありません。ここまでにしたいと思います。以上が私は行う卓越ターゲット攻略講座です。教室でお待ちしております。本日のガイダンスの方は以上です。最後までご清聴ありがとうございました。